大トリアノン宮殿。大トリアノン宮殿は、ベルサイユ宮殿の北西部に位置するシャトー。この利休は、ルイ十四世の求めにより建築された。彼とその、公めかけであったフランソワーアズアテナイスの隠れ家として、モチらラ、時にはゲストを招き、宮廷の堅苦しいマナーから解放された軽食を提供した。単に大トリアノン、トリアノン利宮とも。ダイトリアノン宮殿には、 庭園が設けられており、小トリアノン宮殿が建築されている。1668年、ルイ14世は、ベルサイユ郊外の村落であったトリアノンを購入し、この場所に、時期の展示館、トリアノンド・ポルスレーヌ、トリーノーンデ・ポースランを建設するよう、建築家、ルイル・ボーに設計を依頼した。この建物のファサードは、白と青の、ルーアン、リジュー、ヌベール、 サンイコールクルーで生産されたフランス製のデルフト焼き風タイルで作られた。建築は1670年から始まり、1672年に完成した。陶器で作られたタイルは脆く、1687年にはルイ14世が展示館の解体とより強固な素材で建て替えるよう命じるまでに劣化した。この建て替え作業は建築家のジュール・アルグアンイコール。 マンサールに任せられた。アルドゥアンイコールマンサールによる新たな建物にはラングドック産の大理石が用いられ、時期展示館の2倍の大きさとなった。この今日でも見ることができる新たな建物は1687年に着工され、1688年の1月に完成し、ルイ14世と彼の秘密の妻であったフランソワーズ。 ドービニエに6 8 8年の夏の間まで使用された。大トリアノン宮殿はしばしば、この王とその妻を主人として使われた。離宮としての最初の期間は1688年から1691年まで続いた。次には1691年から1701年までであり、そして1701年から彼が、 ベルサイユで死ぬ1715年まで使用された。1703年から1711年にかけては、グランドオファンの邸宅であった。この土地は、ルイ14世の孫である、ブルゴーニュ公、ルイの妻、ルイ15世の母のブルゴーニュ公妃のお気に入りであった。ルイ14世1世の終わりには、ルイ14世の義理の妹であったオルレアン公妃、エリザベート・シャルロット・ド・バビエルの邸宅となった。 彼女の息子で後には、ルイ14世の義理の息子となり、フランスの摂政となるフィリップ2世はここで母と暮らしていた。また、ルイ14世は大トリアノンに大きな欲老を建造するよう命じ、1708年にはマンサールによって着工されている。この欲老は、子立ちの下のトリアノンと呼ばれ、ルイ14世の認知された書士で、 フィリップ2世の妻であるフランソワーズ・マリー・ド・ブルボンを含むオルレアン家が治ま。ルイ14世の最年少の孫であったシャルル・ド、フランスとその妻のマリー・ルイーズ・エリザベート・ド・ルレアンはも、またここに住んだ。ベルサイユ宮殿内のオルレアン家の邸宅は、後に置き換えられ、フランソワーズ・マリーの姉であるルイーズ・フランソワーズ・ド・ブルボンが住むようになった。ルイーズは後に、 このトリアノン宮殿のデザインを複製し、ブルボン宮殿を建設している。1717 17年、ピョートル大帝は大トリアノンに滞在し、ベルサイユの宮殿や邸宅を研究した。ピョートル大帝の夏の宮殿には、ベルサイユ宮殿の影響が見られる。ルイ15世は大トリアノンへ、いかなる改装も行わなかった。1740年から1743年の間、 彼の義理の父である、元ポーランド国王、スタニスワフ・レシチニスキは、ベルサイユを訪れている間、ここに滞在した。あとに、ルイ15世が病によって倒れたのはトリアノンへ、滞在している時であった。その死の前に、ベルサイユ宮殿へと移され、1774年5月10日に、放御した。ルイ16世もまた、 引き継いだもの以上の改築を大トリアノンに対して行わなかった。彼の妻のマリー・アントワネットはショートリアノンを好んだ。1789年のフランス革命の間、大トリアノンは軽視されるに任せられた。フランス第一帝政の時代にはナポレオンによって彼の邸宅とされ、帝政様式の家具が整えられた。ナポレオンは彼の二番目の妻であったマリアル・イーザと共に、 トリアノンに住んだ。次に、トリアノンに暮らした王族は、フランス国王、王妃のルイ・フィリップとナポリ王国出身の妻の、マリー・アメリーである。ルイは、かつてここに住んでいたオルレアン公フィリップ2世の子孫で、マリーも、同じくトリアノンで過ごしたマリー・アントワネットの、名であった。1837年10月、ルイ・フィリップの娘、マリー・ドルレアンが、 アレクサンダー・ビュルテンベルクとトリアノンで結婚した。1920年、大トリアノンにおいてトリアノン条約が調印された。これによりハンガリーは第一次世界大戦前の国土は1、3以下となった。1963年、シャルル・ド・ゴールは建物の修繕を命じた。今日ではベルサイユ宮殿を訪れる観光客に人気の場所であり、 フランス首相官邸の一つとされ、外交に訪れた品格をもてなす場所として使われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。